日午前6時50分ごろ、埼玉県川越市上野田町のマンション駐車場に止めていた乗用車に洗浄の傷がつけられているのを60代男性が見つけ、110番した。駐車場に止めていた乗用車16台のうち、男性の車を含め13台のボンネットや側面に先の尖ったもので同様の傷がつけられていた。偶然親子の自転車パンク。修理中、近くの踏切に入ったり出たりする苦悩女性。まさか親子で救う県警表彰。